週の始まりの月曜日はちょっぴりきれいめなモノトーンスタイルで気分をシャキッとさせます。とろみがありツヤ感のある素材のキャミソールにスタイルが数段よく見えるワイドパンツを合わせました。きちんと感もあり女らしく見えるけどキャミもパンツも着心地抜群なので心地よく過ごせるところもポイント。今の季節ならシャツやジャケットを羽織って夏になったらこんな感じでさらっとシンプルに着こなしたいです。火曜日は表情のある絞り加工がアクセントになったセットアップを主役に。とにかく軽くてさらっとした気持ちがいい素材なので今から真夏まで活躍してくれそう。パンツのフロントに入ったスリットが足を長く見せてくれるところも嬉しい。パッと華やぐ綺麗色のキャミはホルターネックのキャッチーなデザインがツボです。カップ付きのところもとっても便利です。私はよく運転するので楽だけどちゃんと洒落て見える着こなしが大好きです。近所のお気に入りのお花屋さんへ。この季節定番のデニムをアップデートしたい時に私が手に取るのはヘルシーな肌見せを叶えてくれるバックシャントップス。大胆な開きだけど背中なら胸元を見せるよりもヘルシーに肌見せできるところが好みです。デニムにはもちろんですがピタッとしたシルエットなのでワイドパンツに合わせてもバランスよく着こなしが楽しめそうです。今日はホテルで友達とランチ。そんな日はいつもよりちょっとだけドレスアップを。透け感のあるワンピースにサテンライクな光沢のあるスカートをレイヤードした目を引くイエロートーンの着こなし。スカートの裾が歩くたびに揺れて軽やかな感じが初夏の日差しにぴったり。元気なイメージのあるイエローは透け感や光沢のある素材や品よくまとまるベージュのシューズを合わせて大人に落とし込むのがマイルール。お尻が隠れるミディアム丈のジャケットと美しいシルエットのワイドパンツのセットアップは
着るだけで今っぽさが醸し出せる名品。落ち着いたグレージュに太陽みたいなオレンジの差し色で、都会的サファリスタイルをイメージしました。メンズライクなセットアップなので、華奢なネックレスやサンダルの抜け感で女性らしさを添えて、ボリューム感のあるデザインがたまらなく可愛いワンピースには、黒小物でシャープさを足して甘さを引き算しました。週末のお散歩デートではデニムをレイヤードしてカジュアルに着てもとっても可愛いです。お天気のいい日曜日は旦那さんとランチへ。彼とのお出かけでは気負わないけど品があって、女っぽさがほんのり香るスタイリングを心がけています。旬なスキッパーニットトップスはコンパクトなサイズ感だけど収縮性があるので着心地抜群。ハイウエストのワイドパンツを合わせたメリハリのあるフィット&フレアなバランス感でスタイルアップも。少しコンサバ感のあるホワイト×ホワイトのコーディネートはカジュアルなアイテムで着崩すのが私なりの秘訣です。それでは1週間コーディネート最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。